こそ何やってんだ。やばい、なんか漏れてる。あんた大丈夫か？ホッツが。ダメだ、気をつけ。そこは廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな。フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、めっちゃしやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土や使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でも、なんだって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件として、もう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか？ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。俺は格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか？ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、キリュウさんがガンだなんて。なら、あんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなこと。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話しつけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが
俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよ、やるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ、あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。ガンなんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ、桐生さんは誰も止められねえ。え、桐生さん、あん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、イチ。そうか、あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ、だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ、速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ、死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい。うるせえ。本当にお前なら第五地区に入れるんだろうな。疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはない。ですね。さ、頼んだぜローマ。クソ、本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第五地区に入りてんだ。パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第五地区に入ったみたいだよ。なら無駄足だな。バラクーダに渡ったものを取り返そうなんざ命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でな、とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。 What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii. Come on, not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate. さあ、ハワイツアースペシャルコースの始まりだ。道切符にややしねえだろうな。
死にたくなければ俺の周りを離れないことだ。この辺りは土地の権利関係が複雑でな、そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのは万国共通さ。ここもあっという間にホームレスキャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろ。帰る気なんてねえさ。第五地区の中には何だって揃ってんだ。店に、病院に、食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第五地区内の店を利用するにも金はかかるんだろう。ホームレスはどこからその金を得てるんだ。まあ、いろいろあんのさ。で、パスポート盗んだ奴の手がかりはあんのかい？なあ、日本人の若い女性だ。千歳って名前で、ちょっと気の強そうな。くっ、よくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here? Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5. Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent. As you can guess, a fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. よりによって西ブロックとはな。何なんだ？西ブロックって。第五地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ、気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに？大丈夫なのか？案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強い奴に取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのも信じらんねえぜ。西ブロックってやつ案内してくれ。Roman, what the hell do you want? Nothing. Just a bit of sightseeing. And who are they? Sightseers. What else? Okay, hold on. You even run this by the boss?Do me a solid, won't ya? I promise, we'll behave. Behavior only gets you so far. どういうこった？こりゃ！ショッピングセンター。これが
第五地区の裏ってことなのか。もともとここは真珠湾攻撃直後に作られた防空壕だったんだ。だが一度も使うことなく存在を忘れ去られた。それを偶然見つけたバラクーダが占拠してこの施設を作ったんだ。なんでアナコンダセンターそっくりの建物なんかを作ったんだ。それにこの客は何なんだ。なんでこんなとこで買い物を。あれを見ろ。ファッションショー。ハイブランドフル装備って感じだな。そうなのか。知らねえのか。あのコートなんかは数百万はするぜ。あれは何をしている。セリだ。モデルの身につけてる服が商品で、周りにいる奴らがバイヤーだ。へえ。でもなんでそんなことわざわざこんなとこで。あ、もしかして盗品をさばいてるのか。そんなせこい話じゃない。取り扱われてるブランド品は全部この地下空間で製造された偽物なんだよ。なんだって。それもただの偽物じゃない。生地や素材は本物と全く同じものを使用し、型紙つまりパターンに至っては本物の製造工場から流出したものをそのまま使ってる。マジかよ。本物と全く変わらないものを作って売りさばく。世界最大のフェイクマーケット、それがここの正体だ。ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったのか。おかしいな。Roman! Hey, who got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise.Stain it how, exactly? Luna! You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, Pendejo? Ordinary tourists. Now start talking. Or would you rather spill your guts for real? 俺たち、千歳って子を探してるんだ。心当たりねえか。Kill him. どこまで続いてんだい、ここ。わかんねえ。キリュウさん、大丈夫ですか。また来るぞ。あそこに隠れよう。Where'd they go? They're gone. They've gotta be in here. Find them.
Let's move! Right. する？当てもねえまま進むのももう限界じゃないか？そうだな。随分とお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？千歳ちゃん？千歳って、じゃあこの女か？お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達、千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだ、この野郎。あんたどうしてここに？地上部分ならともかく、なんでこの地下に？そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うと、バラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる？何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことか？何それ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダが茜さんを？春日、覚えてるか？病も確か。ええ、茜さんを探してた。どういうこった？ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか？そうね、じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。12日前。事前に何か聞かされなかったのか？ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて、中には誰もいなかった。茜さんが急用で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか？いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか？なのにあんたはあの家で何してたんだ？茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々。だからそれをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてピーチに転がしたのか？そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろ。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ？それは。なんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？
約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたこととこの子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ？なんだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか？わかった。本当に誰にも漏らさないでよね。ああ、口の硬さだけおやすさんに褒められてたんだ。ん？まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。なあ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんならたかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。あんたが春日をはめた経緯までは分かったなら、次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そうで、会ってみたらなんか気に入られちゃって。まんざらでもねえ面しやがって。それで？それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ。そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ。部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ、アカネさん？これにはアカネさんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。
この資料、ヤマイも持ってたぞ。そういや、ヤマイもアカネさんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞってアカネさんを狙ってんだ。わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダがアカネさんを見つけたってことじゃない。それで私、もしかしたらアカネさんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上なおさらだ。キリュウさん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。あ、話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。アカネさんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ、私だってアカネさんを心配してる。アカネさんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ、とはいえ死んだら元も子もないから、ヤバくなったら退却するわよ。いい？ OK だ。よろしく頼むぜ、ちーちゃん。何それ？千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃついてきて。そんな面すんなって。言ったろ、俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああ、ありがとうよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ？クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え？驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地下がこんなところに繋がってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ、地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか？ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。